日本と海外を魅了する紫輝くん。紫輝くん。精悍な大人の表情に変貌。新たな一歩にファンの期待高まる。平野史洋、27歳の誕生日に輝く共感のは、コミュニティとの深い結びつきが生む社会的影響。ナンバー、愛、ナンバー愛の平野史洋、27、が、29日に自身の誕生日を迎え、その瞬間を共有する感謝のメッセージをインスタグラムで発信しました。 ストーリーズ機能を活用し、口元をコートで隠した写真をアップ。平野信用は、みんなお祝いありがとう。みんながアイデアを出し合って祝ってくれたこと全部チェックしてるよ。日本も海外も、と感謝の気持ちを伝えました。このメッセージの中で彼はいろんなアイデアを出して、日本も海外も、きちんと見ていることをアピールしました。彼の発信は限定されず、自童の良さと相手を思いやる気配りが融合した素敵な言葉選びが光ります。 ファンからも共感の声が上が上ります。自分が主役の誕生日なのに、ジンくんやキシくんとのやりとりや、三人の写真も載せてくれて、俺が俺がじゃなくて、みんなが幸せになれる気配りが、きっと計算ではなくできてしまう人。加えて、自分の言動の重みも分かった上で振る舞える立派な大人。こういう人をスターと言うんだねとのコメントが寄せられました。彼の誕生日を祝う多くの人たちの投稿で、SNS はにぎわい。 日本内外のランドマークが彼のファンの情熱で染まりました。メンバー間のラインや秘蔵写真を披露するなど、彼のファンを楽しませる紫輝くん。一流の人は驚くほど謙虚で、優しくファンに寄り添う姿勢が光ります。みんなんなのおかげで素敵な一日でした。27歳の平野紫耀もよろしくねと感謝を述べた彼に、ファンからも、こちらこそいつも元気をもらいながら仕事に精を出すことができるし、ささやかでも幸せを感じています。 紫ケルさんありがとう。という温かいコメントが届いています。彼の目元からは、急に静観な雰囲気が漂っているようです。大人の色気が増してるんでしょうね。でも、話したら相変わらず、あの例の天然さは現役満載でいてくれるんでしょうかとの期待が寄せられ、ファンは彼の活動をテレビで再び見たいと願っています。彼のお誕生日は、 各地でのライトアップやインスタ投稿で熱い応援を感じ、紫てるくんの優しさに触れるファンたちが喜びに包まれました。これからの一年がますます輝くことを期待して、ファンは彼を応援し続けています。最後に、彼の若々しい外見について驚く声も、まだ23歳くらいかと思ってたら、27歳ということに衝撃でした。あの世界的な顔天才のチャウムの方が年下なんですね。 キンプリって他は何歳くらいなんですか名前的にもっと若いかと思っていましたとのコメントが寄せられ、彼の年齢に驚く人々も多かったようです。平野紫耀、27歳の新たな一歩が始まりました。素敵な一年になることを願っています。